はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。よろしくお願いします。お願いします。今日はじゃあ池田さん一人でまたメイクやってくれるんですね、今日ね。はい、今日どんな感じでやるんですか。はい、今日は奥二重さんにおすすめの、アイシャドウとアイラインの引き方をやってみました。それって自分でやってるやつやんな、いつも。そうです。この、まあ、裏技テクニックみたいな感じで目大きく見せろ。そうです、まあ、女性にとっては結構必須なやり方ですよね。はい、めちゃめちゃ必須です。結構簡単にやってくれるんですよね。はい、はい、ポイントは2つでポイント2つでいくらしいんでいつも奥二重で悩んでる皆さん、よかったらこの方法でやってみてください。じゃあお願いします。それでは動画スタート。はじめに右上のアイシャドウを太めのブラシで取っていきます。アイホール全体にアイシャドウをのせていきます。次に小さい筆で同じ色を取ります。下まぶた3分の2にも色をのせていきます。次に小さい筆で右下の色を取ります。上まぶたと下まぶたの3分の1に塗っていきます。次にダークブラウンのアイライナーペンシルを使います。インラインにペンシルをのせていきます。次にブラウンのリキッドアイラインを使います。目尻 2,3 ミリはみ出す程度アイラインを引いていきます。今日のメイクのポイントは、濃い色を外側にのせてラインを横に長く引くことによって目を大きく見せてくれます。奥二重の方におすすめですので、ぜひ参考にしてみてください。